ガラ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 。皆様、こんにちは、コスモスピアン達也でございます。はい、今回はですね、前回アップロードしましたコスラジの今回は2回目ということで、今音声を撮っておりますが、はい、2回目ということでですね、今回はゲストがいらっしゃいます。はい、そんな感じで、本日のゲストでございます、うちのベースのカズナリです。こんにちは、カズナリです。あ、どうも。はい、まあ、ゲストっつうかなんつうか、まあメンバーだけどね。そうそう、ゲストじゃないですよね。そう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 、はい、で今そんな感じで2人でお送りしていこうと思っておりますが、はい、今回のこのネットラジオ、オルラジ、はい、前回なかなか評判が良くてですね。本当ですか。はい、でまあ調子こいてやってみようかと思ってまして、はい、はい、で今回はなんか素敵なゲストを招いて。別に素敵でもないですけどね。いや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 、素敵ですよ。そうだね、お送りしましてやっていこうと思ってますので、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そう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 、まずね、楽曲の解説もあれなんですけど、はい、あと今回はちょっとあれですよ、ラジオのネタとしてお便りいただきました的なのあるじゃん。 ありがちなあれですね。そう、ありがちなあれがあるので、はい、ちょっと早速ね、はい、今回はいくつかいただいたんですけども、まず今回はまず1点、はい、お答えしようかなと。お、はい、あれです、M さんからいただきました。バンド活動に対して東京に出てやることは考えなかったのでしょうかという感じの質問をいただいたのですが、はい、そう、実は僕語ると長いんですけども、はい、今からね、もうね、あんま年はバレるから、あんま余計なこと言わないんですけど、はい、当時都内で張り込んでやってるバンドがありまして、その時にもう都内住んでるってこともほとんどなくて、実は俺、茨城からね、通っておりました。週に4日ぐらい通ってたね。あ、そんな言ってたんだ。言ってた言ってた。すごいですね。でほとんど東京と茨城の往復。でも交通費も高かったんですけど、はい、でもそんでもね、アパート代のこととか考えるとね、安く済んだんですよ、交通費の方が。あ、そのままで安いですか。回数にもよるけどね。っていうのがあったので、はい、基本的にはなかったですね。向こう、行こうと思ったこともあったんですけど、はい、資金的な問題で結構やっぱ最初にドカンと金かかるんですよね、東京行く時って。まあそうですよね、っていうのもあったんで、はい、そうだな。あとはあれですよ、貯めてから行こうとか思ってると行けなかったので、もうやっちまえと、とにかくさっきやっちまえと、で向こうに行き始めましたね。そんでやってる感じですね、っていう感じでございます。はい、そうですか。で僕東京も好きだし田舎も好きですよ。僕も東京好きなんですよ。あ、マジで。はい、好きなんですけども、でも住もうと思ったことはないですかね。あ、そうなんだ。はい、俺も住んでみてえな、一度な。住んではみたいんですけどもね、でもやっぱね、ベストは埼玉あたり。そうですよね、俺最高、そういうところがいいですよ。埼玉いいよ。まあ住んでたことあるけどさ、はい、僕はね、坂戸市ってとこに住んでた時があったんですけど、東武東上線っていう電車が出てて、それ一本で池袋行けるんですよ、ちょっと。いいですね。3、40分かな。で、行けちゃうし、ちょっくら都内遊び行けるし、で、やっぱバンドやる時にもちょっくら向こう行けたしね、全然良かったよ。下手に東京都って名前がつくと家賃高かったりするから。そうですね。めっちゃ高いですもんね。でも坂戸市は普通に安かったよ。安いっていうか、もう普通に暮らせるぐらいの値段だったから、で交通も便利だったし、いいことづくめでしたね、坂戸市は。最高ですね。学生の街、さすが学生の街。学生の街。でもそんなガヤガヤしてる感じでもないし、いいとこでしたよ。いいですね。だから行くときは埼玉の方がいいよ。そうしますか。はい。まあ行かないと思いますけど、まあ、分かんないですけどね。あ、そう、世の中となんか分かんないからね。はい、まあそれはさておき。はい。で次のコーナーに参りましょう。はい、次のコーナーは、前回から、ご好評いただいております楽曲解説のコーナーでございます。はい、はい、あれ違う曲始まっちゃった。え
あれです、今回は何の曲解説しようかなと思ったんですけど、カズナリさんと話をしたら、今回はまずカズナリさんのリクエストで5年後春という曲を解説してみようと、はいはい、いうことになっていますね。リクエストしたのにですけど、そんなに解説する気もないですけど、え、そうなの？そうですね、そうなの、はい、そうだな、5年後春、はい、作詞も作曲もギターもボーカルも全部今回俺が撮ってますが、はい、去年の今頃ね、今これ動画撮ってるのが4月のケツ、はい、終わりなんですけど、はい、本当に去年のね4月のエリアでねリリースしたんですよ ね、 そうですね、 CD ね出してね、はい、でも歴史をたどると多分この曲作ったのもう10年ぐらい前なんですよね。ああ言ってましたね、うん、ようやく人、人の目に人の聞いていただけるようなところに出せたなと思ってて、はい、で多分俺たちも練習しなきゃできないかな。そうですねこれ春しかできないですからね。そうタイトルに5年後春なんていうタイトルがついてるもんで、はい、夏とか秋にはできねえだろうと、うん、だから丸々1年弾いてないことになりますよ。もうだよね、はい、やりてえな。やりたいですけどね、うん、この曲はとてもスルッとできたんですけど、とても大事な曲なんですよ僕的に、まあうん、ポップでね、なんか春風かね漂う感じの ね、いい曲ですよ ね、 いいすね、自分で言うけど、はい、僕もこれ好きですよ。あ、そう、はい、ありがとうございます。そうなのでもっとやりたいんですけど、はい、タイミングがね、うん、タイミング春しかできないし、そう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 、いい曲です。うん、何歌詞の内容はですね、これ結局あれなんですよね、地元を離れた男の話だよね。その時に恋人とも別れてて、あ、うん、で、あ、5年後帰ってくるんですよ。ちょっとした里帰りじゃないけど、うん、いや切ないですね。でその時にその別れたね、その恋人とね再会をして、あ、また止まっていた時が動き出すという、でその桜は見ていてくれるわけですよ、5年前、うん、10年前と一緒で。いやすごいですね、っていうお話なんですけど、知ってた？まあ知ってましたよ。そう、はい、でこという感じの歌詞な曲なんですけど、いやいいですね。 ありがとうございます。そう、まあでもこの曲の歌詞はストレートだから多分そんな感じですね、はい、うん、そう、でギターソロなんかはもう完全に春風です。そうですね、うん、ギターソロいいですね。いいでしょ、はい、そう完全に春風をイメージしました。うん、うん、本当に春の中ね、爽やかに吹くね、暴風じゃなくて俺暴風ギターソロの方が多いけど、これはそういう風にちゃんとね優しくね、そうですね、いうのをイメージして弾きましたね、これは、うん、フレーズもそうだし、まあ、うん、で、カズナリさん話変わりますか、ベースの方はどんな感じのベースですか、はい、感じで作られたんでしょうか。作られ、そうですね、なんか すげえ動きますからね、うん、動くよね、すっげえベースライン動くよね一番動くんじゃないですかね、動くよね爽やかな曲なら一番動きますあ、そう、そうですね、そうそうそう、はい、チューニングは、チューニング、レギュラーでいけるんですけど、そのままドロップ D で弾いてますけどね。あ、そっかそっか、はい、あ、俺もそう、そうですね、レギュラーでできるんだけど、はい、ライブとかのこと考えるとね、そうですね、そう、ドロップ D でやってますけど、はい、そうだね。で、あとコードが多いからこの曲って、はい、6弦無視すれば、そうですね、だね、ベース忙しいよね、これね、ベース忙しいですけどね、忙しいし、だからベースが歌ってるよね、この曲。そうですね、うん、いや大変だなと思って。でもかっこいいからいいですよ。あ、マジで、はい、ありがとうございます、ね、うん、でライブやろうよ、そのうちね。そうですね、来年、来年ですかね、あ来年、今年の後半じゃないですかね。今年の後半、うん、春なのにもう春終わりだけどね確かに軽くね、そうイメージ的にはね、これね、俺ね、ボーカルでもやりたかったんですよ、本当は。あ、本当だ、初音ミクさんに歌ってほしかったんだ。あ、これですか。うん、そうそうそう、まあその時はキーとかも上げて、はい、で何、桜ミクっていうのがいるのよ、ピンクの。おー、知らないですね。にミクさんに桜の下とかで歌ってもらってるようなイメージがあって、俺の中で。あ、それはいいですね、うん、バンドとは別にね、そういうのもありだなと思ってて、うん、で大体これ聞いてくれてるね、ボカロ P の皆さんとかボカロ P さん、ボカロ P さん、
P、ボカロ P の皆様とか、あと何、はい、ほら絵師さんとか動画作る方とか、うん、もしいらっしゃったらコラボしません本当に、うん、って思ってます、ね、うん、面白そうですね。面白そうですよ、うん、これはあくまでいいですよ。これ俺が歌ってる5年後春だけど、はい、いろんな5年後春があっていいんですよ。確かに、うん、そうだ、そういうのないかなと。で俺もうボカロやりたいんだけど、ちょっといっぱいいっぱいでいろいろやることがあって、うん、なかなかさ、ボーカロイド買って今から覚えるとなかなか難しくて。そうですね、うん、いずれやるけど、うんうん、だから誰かやってくる人いないかなと思って、うん、ミクさん歌ってくんねえかなと思って。ミクさん、うん、すごいですね。そうそう、そんでニコ動ランク上の方に上がってって、こうなんかこうどんどん、あの何、あのほらプロジェクトディーバとかにさ、あのこう収録されたりしたけど、それはそれでいいなーって。それいいっすね。いいでしょ、うん、あの ER ファンクラブとかさ、あんな感じの、ね、そんでそのうちガルパとかに使われたりとかするわけですよ。そうだった、すごいっすよ。すごい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 でしょ、うん、そしたら曲達也 P にしとこうね。作詞作曲達也 P にそうそう、いい曲ですよ、うん、自分で言うけど。いや、めっちゃ自分で言いますね。言うよ、うん、自信があるものしか届けないから、ね、なるほど。なので、そんな感じの楽曲になっております。はい、はい、いや、やりたいですね。やりてえな。これいつやるよ。もうさ、春でやるとか、もう取ったりしてもいいやつ。もう無理っすもん。だって今年は無理になっちゃう。もうそしたらそうそう、また来年になっちゃう。もう2018年になっちゃう、はいはい、1年後春になっちゃうんですよ。そう、これ5年後春なんですよ。そう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 、タイトルもね、ちゃんと意味があってね、うん、すごいねっていう曲です。あ、うん、いや、いい曲だ。はい、ありがとうございます。うん、この曲ってあれだっけ、これの曲は通販で売ってんだよね。これ売ってます。通販で売ってて、はい、あれカップリングがゴーストなんだっけな。ゴーストなんですよ。そうそうそう、なんとびっくりの、なんか合わないですね、よく考えた。あの時はね、でもそう、二面性的な感じだったんだよね。そう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 。で、まあゴーストはさ、ライブで散々やってるじゃん、はい、毎回やってるじゃん、最近メインになりそうよ。そう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 。でゴーストの方はさ、あの YouTube の方にあのフルバージョンで上げてあるから、はい、珍しくうちでは、うんうん、だからね、あれがさ、再生数とかさ、時間がすごくて。あ、本当ですか。おかげさまで。うん、そう、ありがたいことですよね、うん、本当に、うん、まあそんな感じです。お、はい、でそうだね、次もまたね、不定期だけど、まだこの俺ラジとか言っちゃった。コスラジ。俺ラジは違う。俺ラジ、うん、オリラジ、オリラジ、オリラジはオリエンタルラジでしょ。オルラジじゃん。あ、オルラジってなんだろう。オルラジ、あ、オルタナティブガールズのラジオがオルラジ。あ、そうだ。あ、そうそうそう。あとブルーイブルーのラジオもブルラジ。ブルラジラジ。でもオリラジってなんだ、オルラジってなんだとか、オルガルのラジオだ。最初もオルラジってそんなタイトルだったかなと思ったんですけど。いや、コスラジ。コスラジですよね、うん、え、何、最初俺言ってた。最初オルラジとか言ってましたよ。ダメじゃない。まあ大丈夫でしょう。マジで、はい、え、マジで。マジですけどね。コスラジですよ。コスラジですよね、うん、今から撮り直しきついね、これね。きついですよ、もう嫌ですもん、もうマジですか。マジっす。気づかなかった、はい、気づいたけど、まあいっかと。先に言ってくださいよ、はい、マジけ、まあ、逆に面白いからいいんじゃないでしょうか。気づかなかった。確かに言ってたと思ったんですけど。あ、わかりました、はい、じゃあ、はい、後でピー入れときますよ。そうですね。ピー入れたらわかんねえだろって。ラジだけが入ればです、うん、ピーラジ。ピーラジになっちゃう。ピーラジ、ピーラジ、うん、まあそんな感じで、はいはい、じゃあ今回はそんな感じでおしまいにしようかな。そうですね、はい、この後ちょっとあのワンコーラスぐらいの主張を入れておくので、あの、ぜひよかったら聞いてください。お願いします。では今回は、2人でお送りしました。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。カツモスピア達也でした。カツアニでした。ちげ、絶対げ。桜の下二人はWe'll be right back.
の好きな笑い。